はい、ノリスです。今日はですね、山梨県の山にクワガタ採集に来てるんですけども、見てください、いました、いました。明るすぎて見づらいかな。コクワガタがうじゃうじゃいましたね。それでは最後までご視聴よろしくお願いいたします。結構ね、大きなコクワガタゲットです。ゲットですね、コクワガタね。まだね、たくさんいますね。ここにも、あ、落ちましたね。はい、こんな感じ。全部ね、コクワガタですね。今のとこ、1、2、3、4、5と見てください。コクワガタがね、5と。一頭ね、メスがこの中に、ウロの中に入ったんですよね。ウロの中に入ったんで、ちょっと、複雑。これは複雑ですね。ちょっと厳しいかもしれない。あ、深いな、これ。深いですね。はい、いましたね。メスゲットです。では違う場所行ってみたいと思います。こんな感じのね、クヌギ林なんですよね。時々大爆クヌギがあったり、普通のクヌギもあったり、なかなかね、いい場所なんですよ。実はね、ここ公園になるんですよね。公園なんで、まあ、私有地ではないんで、これ誰でも入っていいんですけど、山梨にはこういう公園がたくさんあります。それでは行ってみましょう。感じのウロがあるんですけどね、ちょっといないですかね。あ、
たまたたくさんいましたね。いいじゃん、いいじゃん。それではね、捕まえていきたいと思います。はい、捕まえました。これで 1,2,3,4,5,6,7 投目、7投目ですね。これ大きい、これ大きいな、これ大きい、大きい大きい、よいしょ。8投目、あ、奥入っちゃう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 。あれあれあれ、入っちゃいましたね。隠れちゃいましたね。下に小さいのがいました。出てきましたね。これはメスですね。これね、カメラを回しながらは大変なんですが、ね、袋の中、うわ、広いな、これ。これ広いですね。これ結構ね、中が広いです。これ見てください、これ。ずっとね、上に続いてるんですよ。なのでもうこれはですね、1回入ったらもう出てこないですね。これね、ちょっと無理かな。これは残念、ちょっと無理ですね。え、やばい、ちょっと違いましたね。ちょっと無理ですね、これは。見てください、一応ですね、今のところ11頭、これ全部コクワですけどね、コクワ11頭ゲットです。まあ後で小さいのはちょっとリリースして帰りたいと思います。またまたいました、4頭でゲットですね。こんな感じで15頭ゲットしましたけれども、ちょっとね、雨が降ってきたんでこの辺で切り上げたいと思います。じゃあちょっとね、リリースしていきますね。
見ていただきます。結構ね、ここは火かけたね、これね。これもね、お祭りの時に、子供たちに配ったりします。見てください、ココアがね結構大きかったですね。このココアね結構大きい。また今週末のクワガタ採集が楽しみです。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。